西恩寺君と氏は、南北朝時代の苦行武将。通説では、西恩寺君よしのことされるが、あるいは、大城大臣、西恩寺公獣の子か。伊予国に下校到着し、河野氏と提携して、国が支配を展開した。伊予西恩寺氏の祖。西恩寺君と氏墓書展示2年、令和2年3月に、君と氏が伊予松葉城に下校したとする経図もあるが、 それ以前からすでに宇和で活動していたことが、資料に確認できる。余少期、与飛行の家父によると、昭平21年、常時5年九州に出陣していた、河野通直が伊予へ帰国する当時、平線が不足したので、宇和の西恩寺氏に頼ったといい、昭平23年、大安元年うるう6月通直が、四宿佐入道の夜、大空城を攻略した際には、 西恩寺市一等もこれに加勢したという。また、同年から翌昭平24年、王安2年にかけて、領内の寺院に向けて、西恩寺大名本坊の発給した国のり、ご教書が、数通伝存しているが、この人物も君と氏に否定されるだろう。しかも、文書様式と昭平言語の使用から鑑みて、君と氏は、南朝方の治業国主に相違なく、 その羊も、同じく南朝に属した、工事の維持とみなすのが自然である。北朝方の着流実習に対抗したい君と氏は、いよしご河野氏と提携し、自社工業を主体に自務で、国が支配を展開したとみられる。天寿五年、攻略元年四月、攻略の政変で失脚した細川頼之が、佐抜国に下校すると、通直は七月三大将軍。 足利義満に義美を求めて、伊予守護職に任じられ、君としもこれに従ってきた朝方へ帰属したのだろう。同年9月通直が義満から頼り行き討伐の命を受けたため、君としはこれを助けて、桑村軍差し久原に出陣。11月6日細川方に吸収されて敗退し、河野一族と共に自害して果てたという。君と氏の墓は俗に、聖石様と呼ばれ、 スケシヒサヤマの中央部東の山裾に伝えられている。ところが、交流事文書の中には、翌攻略2年9月16日付で発給された、西園寺右ジ消防のご教書が含まれる。この袖版は、さっきの大納言坊の顔と一致するから、君としは、スケシクラに果てることなく、なおも、伊予の治療国主として、国が支配を継続していたことになろうが、 その後の消息を知り得る手がかりはない。ありがとうございます。